ランバルコー、ルイ・アレクサンドルの紋章ランバルコー、ルイ・アレクサンドル・スタニスラス・ド・ブルボンは、フランスの貴族、ブルボン・パンティエー・エブル家の最後の人物。妻、マリー・ルイーズが、王妃・マリー・アントワネットの助官長として知られる。パンティエー・エブルコー・ルイジャン・マリー・ド・ブルボンとモデナ公、フランチェスコ3世の娘マリー・テレーズ・フェリシテ、デステ・モデヌの長男として、パリのトゥールーズ館で生まれる。 ブルボンパンティエーブル家は、ルイ14世によってその重視で、子供のないアンドマリー・ルイーズ・ドルレアンの財産を与えられており、ルイ・アレクサンドルは誕生の時点からこれを継ぐものと見られていた。称号のランバルコは、父の領地の一つの地名にちなみ、法的な効力のない儀礼称号であったが、こういった称号は、フランス王家に関連する高貴な人物にはしばしば使われた。年頃になると、 宝刀の傾向が見られたために、父親のパンティ・エーブル・コーは、サボイアケ・ボーケーのカリニャーノ・コー・ルイージ・ビットーリオの、娘マディ・テレーズ・ルイーズをその日に選び、1767年1月17日に、トリノで代理結婚式、ついで31日に、本人の結婚式を挙げさせた。しかし、この結婚によって、パンティ・エーブル・コーはその目的を達することはできず、 ルイ・アレクサンドルはすぐに報道を再開した。子供を作ることなく、一年も経たずに性病によって、ルーブシェンヌ城で死亡した。父パンティ・エーブル公の財産は、妹で、オルレアン公、ルイ・フィリップ2世と結婚したルイ・イーズ・マリエによって、継承された。ありがとうございます。